野間さん、こんにちは。こんにちは。今日開封動画を撮りたいということで、はい、来たんですけれども、はい、今右手に持ってらっしゃるその箱がそうですか？オメガスウォッチ。え、これ？はい、オメガスウォッチ大人気で、はい、発売日に人が殺到して、うん、警察沙汰になった。例の、ニュースになった。そうです、うん、そして発売延期になったオメガスウォッチです。え、でも野間さん、はい、これって、うん、買えるんですか？日頃の行いがいいと買えるんですよ、はい。今ね、抽選で当たった一部の人だけがこのオメガスウォッチを持っています。はい、抽選で当たったんですか？うん、まあ抽選で簡単に当たるので、当たる方法に関してはまた今度の動画で説明しますんで。抽選って簡単に当たるんですね。うん、このオメガスウォッチはね、うん、ムーンスウォッチとも呼ばれてるんですけれども、はいはいはい、俺が買ったのは、うん、ブラック、はい、ミッション・トゥ・ザ・サン。ムーンって書いてますよ。ミッション・トゥ・ザ・ムーンですねうん、ちょっと興味ないわけじゃないですよねいろんなカラーがあってミッション・トゥ・ザ・サンとかミッション・トゥ・ザ・アースとか、あ、そうなんですね。ミッション・トゥ・ザ・マーズとかいろいろあって紛らわしいんですよ、はい、あ、なるほどなるほど。ブラックはミッション・トゥ・ザ・ムーンですね。ムーンですね。はい、どう見てもサンって書いてないですね。じゃあ今日はこのミッション・トゥ・ザ・ムーンの開封動画ってことでよろしいですか？はい、本当に今初めて開けるんで、うん、ああ、うん、本当に開封動画ですね。初めての開封です。置きますね。お願いします。箱はどんな感じなんですか？箱はまあ段ボールみたいな感じですねそうですか。段ボールって言ったら失礼だけどそりゃさ、うん、本家、はい、本家のオメガとは違いますよ。そうですね、うん、そっか、うん、高級感はないですよ。うんうん、開けまーす、うん、はい。おおじゃ、ちょっと上から撮りますね。はい、ちょっとね、ピントが合わないです。ピントを合わせて撮るような腕時計ですかねそういう時計ですよ。見たい人いっぱいいます。ちょっとやっぱさすがオメガ。うん、いや、スウォッチ光っててピントが合わないです。お、スピードマスターみたいな感じ、うん、そんなに頑張って撮るような腕時計でもないと思いますよひどい。これは何ですかね。おお、何ですかね。こんな感じです。おお、ラインナップの、はい、まあ、カタログみたいな感じですかね。ですね。うん、こっちは取扱説明書かなんかでしょうね。あ、なるほど。それはいいですよね。うん、はい。取り扱い簡単だと思うんでひどいな今日。それでは実機を取り出してみますね。はい、お、こうか。うんうん、で、どうするの。ここに引っかかってんのか。こうか。こんな感じですね。ちょっと寄りますね。はい、お、これはマジックテープですか？これはマジックテープですね。結構長いな、うん、マジックテープちょっと嫌だなそうですか、はい、腕時計の上の部分にスウォッチって記されていて、うんうん、この下の部分にオメガって記されてますね。本当だ、うん、こんな感じ。野間さん、はい、これケースの素材は何ですかね。
これはなんかね、スウォッチ独自に開発した素材で、はい、バイオセラミックという素材らしいんだけど、うんうん、見た感じただのプラスチックですね。ちょっとそんな感じがしますね。バイオセラミックっていう名前だと、うん、高価な素材に感じますけどね。はい。ちょっと裏も見てみましょうか。あ、はい。もう、うん、ミッション・トゥ・ザ・ムーン。これは地球？月ですね。そうですよね。うん、これは月ですね。ムーンって言ってるんですから、そうですよね。おそらくミッショントゥーザサンは太陽で、はい、ミッショントゥーザアースは地球になってるんでしょうね、うん、なるほど。じゃあちょっと拡大してみましょうか。お、よいしょ。おう、ピントが合わない。だからさ、ピントを合わせて撮影するような時計かよ。ひどい。辛辣。ノムさん、はい、これってスピードマスターですよね、うん、あのコラボとはいえ、うん、スウォッチと、うん、スペックってどうなってるんですか。スペックはね、はい、ケースサイズが、うん、42mm。 あ、42mm、そこ一緒なんですね。あとはね、うん、こんな感じでホームページに記してあるので、はいはい、見ればいいかなと思いますよ。はい、なんか今日適当じゃないですか。いや、適当というか、ええ、なんか、ああ、そうですか。以前、はい、本家オメガの、はいはい、スピードマスタープロフェッショナル、はい、撮影したじゃないですか、はい、あの時は、うんうん、撮影もね、2時間以上やってるんですよ、はい、ですごい熱量で喋っていただいて、はい、気合入ってたんですけども、今日もちょっとそのテイストを出していただけないですかね。これ、はい、ね、笑ってるんじゃないですか。笑っちゃってるじゃないですか。いや、熱量を出して喋るような時計なのかなと思って。ああ、いや、じゃあ、はい、じっくり見てみますね。うん、お願いします。これ ルーペね。はい、また新アイテム出してきましたね。こうやってルーペで見てたらおかしくないですか、この時計を。いやいやいや、うん、どうですかね、でも実際見て。どうですかどうですか。どうですかっていうか、いや、例えばほら、あ、ここはスピードマスタープロフェッショナルと似てんなとか、コラボした甲斐があるねとか。これ率直な感想言っていいですか。お願いします。クロノグラフだから3つのカウンターがあるんだけれども、はい、当然ね、うんうん、カウンターのバランスが悪いですね。あ、そうですか。うん、カウンターが中心部から離れすぎかな。おお、うん、なんでカウンターが中心部から離れてるかというと、うん、文字を記してるからだと思いますね。うんうんうん、うん、これ文字がごちゃごちゃしていて、うん、変。うーん、わかります？上の2つのカウンターあるじゃないですか、はい、上の2つのカウンターの下に、スピードマスターと記したり、うん、ムーンスウォッチと記したり、はい、そのせいでバランスが悪くなってますね。なるほど。はい、これはいらないと。はい、上にもオメガ×スウォッチって記してあるじゃないですか、うん、ありますね。ちょっとこれね、うん、スウォッチがオメガとコラボしてるアピールをしすぎ。ベルトを見ていてもベルトにもオメガ、はい、スウォッチって記してあるじゃないですか、はい、でこっちを見ると、はい、スピードマスターって記してあるじゃないですか。本当だ。うん、文字によるアピールが半端ないですよね、うん、文字でアピールしたかったんでしょうね。文字でしかアピールできなかったんでしょうね。そっか。でも、ノムさん、ここまで
ずいぶん厳しいご意見出てますけれども、うん、実際腕につけてみたらこの腕時計の評価は変わるかもしれませんよ。ちょっとつけてみましょうか。ええ、ちなみにね、はい、今日俺がつけてるのは、はい、現行のスピードマスタープロフェッショナル、あ、うん、本家オメガのね、はい、比較できますね。比較するのは失礼だろう。そうでしたね、すいません、ほんとこんな違うんだ。でもやっぱ似てるとこありますよね。ケースサイズが42ミリっていうところだけじゃないですかね。あとオメガという文字のフォントはもちろん同じですね。そうですよね、うんうん、これじっくり見ると、はい、他に似てるとこあるんじゃないですか。一応ドットオーバーナインティーンですね。あー、ここ、うん、90の上、うん、あとさっきオメガスウォッチをルーペで見たときに、うん、すぐ気づいたんだけどカウンターの数字が全然違うね。あ、なるほど、うん、ちょっと比較してみてください。ちょっと上から撮りますね、うん、やっぱこうやって比較するとさ、うん、こっちはカウンターのバランスが悪いよね。あ、なるほど、うん、上2つのカウンターが中心部から外側に行き過ぎ。なるほど、わかります。うん、そうですね、うん、バランス悪い。どうやんの、どうやんの、こう、マジックテープ。うまくいきました。え、これなんか曲がらないんだけど、あんまり折り返すところ、うん、折り返せない。へえ、こうか。ちょっと装着感のテストしますね。はい。あ、軽い。おお、軽い。軽いですか。軽いのに、うん、なんでこんな装着感が悪いんだろう。そうですか。これマジックテープやだね。ああ、うん、ここの部分の付け心地が悪い。あ、なるほど。なんかすごい当たってる感じがある。あ、そうなんですね、うん、気になる。うん、それちょっと嫌ですね。装着感悪い。そんなに。いや、ほんと悪い。あとさ、うん、ここなんとかなんない。この浮いてる感じ。あー、浮いてますね。うん、これは何、マジックテープでくっつかないの、はい、ここは。はいはいはい、浮いちゃってますよこれ。あとさ、うん、これ気になる。これここフィット感ない。あ、本当だ、余ってる、うんうん、マジックテープのベルトをするのが初めてなんだけど、うん、はい、こういうもんなのこれ。はね、これは剥がれてきちゃいそうですよね、そっからね。剥がれてきたりはないんだろうけど、はい、常にこの部分は浮いちゃうんだろうね。うん、気になっちゃいますね。ちょっと立ってチェックしてもいいですか。はい、どうですか。どうですかって、あの、はい、どうですかっていうのは、うん、どういう感じですか。褒めた方がいい感じですか。例えば運動に適してそうとか、スーツに合いそうとか。スーツは絶対ないですね。ないですか、うんうん、運動も絶対ないですね。ないですか。はい、どういう時につけましょうね。子供にあげるとかね。なるほど、お子さんに。まあ3万円だからね。あ、そうそう、だからノムさん、これは本家のスピードマスタープロフェッショナルと比べたら、うんうん、ね、いろいろ出てくると思うんですけれど、うんうん、3万円台っていう値段で言ったら、うん、やっぱり結構いい腕時計なんじゃないですか。つけるのと外すのが大変だけどね。でもノムさん、この装置のスピードマスターも、うん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 、
人気で高騰してるんですよね今ね。なんでこれが高騰するのかね、私にはさっぱりわかりません。やっぱり本家のスピードマスタープロフェッショナルは買えないけど、うんうん、このカジュアルで、うん、可愛らしいスウォッチのスピードマスターなら3万円で買えるから、うんうんうん、人気なんじゃないですか。名前がスピードマスターっていうだけだよ。うん、どう見たってそうじゃん。そうっすけど、ただオメガって記してるだけだよ。はいはい、うん、だったら3万円でも買いますかっていう話だよね。うんうんうん、俺だったらね、うん、3万円なら、うん、G-SHOCK の方がいいんじゃないかなと思いますね。おー、 G-SHOCK、うんうんうん、ちょっと待っててもらっていいですか。おー、はい。これ、G-SHOCK。 お、はいはい、はい、この G-SHOCK、うん、G ライドというシリーズなんですけれども、はい、オメガスウォッチよりも安いんですよ、うんうん、確か2万5千くらいだったと思うんですよ。安い。こっちの方がいいんじゃないかと思いますね、性能もつけ、こっちも、うん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 、オメガスウォッチを否定するわけじゃないんだけど、うんうん、ただオメガとかスピードマスターとかムーンスウォッチと記しているだけの時計に感じません、うん、思いっきり否定してますけどね。いや、これはね、否定じゃなくて、はい、あまりにもおもちゃっぽすぎない？もっと強い否定が来ましたよ。同じような金額の腕時計で、うん、電池式の腕時計だったら、うん、こっちの G-SHOCK であれば、うん、タフソーラーで太陽光を浴びて勝手に充電してくれるし、うん、電波受信で1秒の狂いもなく時を刻んでくれるわけだから、うん、こっちでしょ。なるほど、うん、そっか、うん、ただオメガとか、うん、スピードマスターとかって記してあるだけでスピードマスターを手に入れた気分になれる人がいるなら、まあ素晴らしいアイテムですよね、うん、3万円でね、その気分を味わえるんだからね。それは言えてますね、うん、まあ俺は装着したいと思わないし、うん、このチャンネルを見ている、うん、現行の本家オメガのスピードマスタープロフェッショナルを持っている人は、うん、絶対に満足しないと思いますね。うん、ノムさん、はい、今回の動画って、うん、否定するために開封したような感じじゃないですか。そうですか、だって本音言っていいんでしょ。まあそうですけど、開封しない方が良かった気が。